にちは。今回は第4回目の配信となりました。前回に引き続き料理動画を担当するのは私、統計解析家佐野と検査運営課管理栄養士の海場さん、同じく村上さんの3名で進めていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日はサンラータンとエビチリを作っていきます。動画ではサンラータンのレシピを紹介したいと思います。最初に今回のテーマ食材であるお酢について紹介していきたいと思います。では村上さんお願いします。お酢のポイントはこちら。お酢の主成分である酢酸には唾液や胃液の分泌を促し食欲を増進させる作用と消化酵素の働きを活性化し消化吸収を助ける働きもあります。加えて腸の蠕動運動を活発にする働きもあるので便秘解消にも効果があります。これからサンラータンを作っていきます。材料はこちらです。ではこれから下ごしらえを始めていこうと思います。椎茸は石突きを取り除き、2ミリ間隔のスライスに。人参、豆腐は細切りにします。卵は溶き卵にしておいてください。これで下ごしらえは終了です。これから調理を始めていきたいと思います。鍋に鶏ガラスープ、人参、椎茸を入れて火にかけていきます。ではこれでスープが沸騰するまで待ちます。次に水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。ここで、とろみがついてきましたので豆腐を入れて型崩れしないように加熱していきます。次に、溶き卵を加えていこうと思います。ここでポイントです。はい、溶き卵をゆっくりと細く垂らしながら入れていきます。卵に火が通りましたら、胡椒とお酢を加えて火を止めて、最後に醤油で味を整えます。ここで簡単一品レシピを紹介したいと思います。今回はもやしと豆苗のチキンナムルです。材料はこ
こちらです。本日の料理はキャンディーのマークシートのこちらにマークしてください。これだけで簡単に食事記録ができます。酢が効いてて美味しい、うん、いいですね、そのね、さっぱりします。キャンディーは料理に馴染みのない方でも使用できる食事調査表です。また栄養素などの算出も受けたまわっておりますので、ご興味のある方は動画の概要欄から詳細をご覧ください。高登録ではモニター様を募集しております。詳細は動画の概要欄をご覧ください。次回紹介する料理はまだ決まっておりませんので、楽しみにしておいてください。今後様々な情報を配信予定なので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。次回をお楽しみに。では、下ごしらえを始めていこうと思います。椎茸は石突きを取る…と…うん…わかる。あ、よかった。ちょうどいい。何でしょう。長そう。遅い。遅い。何この。ただいまの東京。